ではサンセットっていうポイントに入っていきたいと思います。ありがとうございます。ヘッドで3、4フィートぐらい、日本でいうとダブルオーバーぐらいかな。こいで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 、ゴン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 。今日は GoPro やってても平気なぐらいの僕的にはサイズなんで。セット、やっぱ GoPro 持ってるとさっきは良かったっすね。ターン結構入った、3回4回。おー、いいっすね。すっげーインサイドまで行ってたもんね。めっちゃインサイド、ね、いいよいいよ。かなりいやいや、ちゃんと撮ってたから。ちょっと遠いけど食らってる瞬間でも、だからやっぱ食らうけど乗れるんすよ。だからハイリスクハイリターンだから、ノーショアその辺をギリギリを攻めすぎたり攻めなすぎたりをしない、自分の限界ギリギリをちゃんとやれるといいよね。攻めてそこをちゃんと理解しながらちょっとずつステップアップするとかなり、いや、インサイドでも結構サンセット深いから大丈夫。さっきのやばかったじゃん。俺やばかったから、もうエアドロップしてたからね。一回も後ろ見なかったね。よかったよかった、すごい、その方がよかった。さっき一緒に乗った時ちょっとチラッと見てたじゃん。いやー、やばかった。大作戦の方がやばかった。ギリギリだったもん。俺振ったかと思ったら GoPro 持ったまま。もうビハインドまで行っちゃったからね。ピークの奥まで行っちゃったからね。裏来てるよ多分。大きい、きすぎて、あー、これとか、ゴー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 ゴいいの乗ってましたね。あ、俺のやつはやっぱ奥来ないとダメっすよ。あの、ちょっと今左に逃げたっしょ。あー、ちょっと逃げちゃったっすね。でも裏ですげえいいの乗ってたじゃん。一発いいターン入ってたよ。多分ちょっと遠いけど取れてたと思うけど、全然平気じゃん。あ、そう。ターンが波パワーあるからね。しかも結構さ、映像で見るより肉厚だからさ、水の量すごいからさ、体感すごいでしょ。プルプルになるよね。耐えられないんですよ、低い姿勢の。ああ、それキープができないから。
リラックスじゃないですか。パドル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 。出ちゃったね。8ビートプラスぐらい。Z がだんだん沖に、今沖に来てるって逃げてYouTube 上では確かにそう。いやさっき乗れたらやばかったね。なのはちゃんちょっとお気に入ったやつ。結構さっき空いててよかったけど、ちょっと混んできた、ね、でもまあ全然来たら波はめっちゃいい。全然ねえ超空いてる。ラッキーでしょこれ。パドル。あ、2本目か、はい、どうすか、結構ターン入れてきたね。今日めっちゃいない。最高賞ファンなターン。なんかサイズダウンのターンって昨日超でかかったからさ。昨日が、今年
一発目で、しかもニューボードで、しかもティックスで短かった。結構短くて降りなかったです。今普通に2ターンぐらい入ってたもん、うん、全然いいな、楽しいですね。というわけで上がってきました。なのちゃん今もう上がってくるんで、ちょっといろいろ聞いてみたいと思います。お疲れ様です。どうでしたか？最高だったね。最高、超いい時間入ったね、うちら人もおらんくて、ね、何も言って、ね、だってさ、最初さ2人だけだったもん、ほぼ1人だけ外人いたけどさ、めっちゃ良かったね。全然いい波だね、今も来てんね。サイズやっぱ4フィートぐらいはあるね、見てると。うん、いや、よかった。結構いいのも取れたし、チャージしてたし、ターンもできてたね。いや、もうでもなんか数乗れたけど、そういう系があんまできなかったんで、まあ、どんどん質高められるといいかな。サンセット難しいから、やっぱ水の量多くてターンしづらいからさ、そういうのでターンできるようになると、もっとさ、ビーチブレイクとか簡単にできるようになるから。いや、よかった。サンセットで水中で撮影をしてきました。かなり今日日曜日だったんですけど、空いててありえないぐらい撮れたんで、まあ、GoPro 持ってたからちょっと技はしづらかったんですけど、波は結構乗れて今撮れたんで、まあ、また違う回でもなんだろう、その YouTube の動画を作ろうと思うんで、それもぜひ見てもらえたら嬉しいです。こんな感じでハワイ編どんどん上げていくんで、ぜひチェックしてください。ありがとうございました。